奈良先端大学の金谷です。よろしくお願いします。ですね、うちの研究室では、メタボロミクスについてのデータベースを作っております。それで、これは、非常に有名なジョークで、DNA は何の役だと思うということをですね、シドニー・ブレナーさんが言いました。で、これはゲノムは、人ゲノムが決まったときに日本に来られてこういうことを言ったんだけど、Don't know anything という意味だ。で、何もわからない。DNA だけでは全て説明するほど人間は単純じゃない。ということで、だから面白いということを言ってくださいました。で、ということはどういうことかっていうと、ゲノムが、まあ、ゲノムが分かって、非常にゲノムが分かって何が一番良かったかっていうと、情報学的にはですね、生物の遺伝子を全部網羅してあるわけだから有限の世界に落ちたわけです。それまでは無限の可能性を考えなきゃいけなかったんだけど、有限の世界に落ちた。で、有限の世界で次にトランスクリプトオームの解析をする、プロテオームの解析をする、それからメタボロームの解析をするっていうことが可能になって、生態の中で対処物がどのように動くかっていうのもゲノムレベルでものを考えられるようになりました。それでうちの研究室では特にこのメタボロームのところについてデータベースを作っております。で、我々人間はですね、動物を食べないと生きていけません。だから動物をパクッとこう食べると、いろんな代謝物、まあ、植物をパクッと食べるといろんな代謝物が人に入ってきて、例えば、ここでですね、カテキンとかですね、そういうものが入ってくると血圧が下がって人間元気になってこう生きていけるわけです。で、昔から日本にはですね、漢方薬という非常に最適化された配合の仕方っていうのがあります。で、生物を、生薬をですね、うまく配合してあげると、その中にいい代謝物が入っていて、これを人間が食べて生理活性を維持できる。そうすると、この知識ベースですね、古い知識ベース、昔の薬用の知識ベース、それから現代の栄養学の知識ベースと、有用生物の代謝物の情報と人をつないで合わせると、ここから見て、生理活性までをこう全部つなぐことができるだろうと。というんで、この代謝物のところに重点を置いて、いろんなデータベースを構築しております。で、データベースばっかり構築していても、情報科学研究科で怒られますんで、それを何の中をどうやって解析するかっていうんで、内部構造を解析するために多変量解析法っていうこともいろいろ開発して進めております。で、うちの研究室では自己組織化法っていう方法を新たに開発して、あと DP クラスっていう方法でネットワーク解析をするっていう方法も開発しております。で、さらにですね、人に対してですね、生薬をどのように混ぜ合わせたらどういう活性と関係するかっていうモデルを作るっていう研究も進めております。で、これは後で説明しますが、インドネシアのグループとうまい研究が進んでおります。で、こういうデータ、こういう方法論については全てうちのウェブサイトで全部公開しておりますので、使っていただけると非常に助かります。で、データベースの方ですが、どのようなものを作ったかっていうと、現在まで生薬については漢方のデータベース、約300件、それからジャムのデータです。これはインドネシアの配合生薬です。で、5300処方。それから世界の薬用植物っていうのをですね、データベース化しました。で、これはもう全地球上で全部の地域について、いろんな検索をしましてデータベース化しました。で、現状で約17リージョン、それで4万8000対の薬用植物とその使っている国の関係がですね、データベース化されております。で、さらに、代謝物については5万件についての代謝物について、10万対の生物種と代謝物の関係というものがデータベース化されております。それでマスバンクのプロジェクトで、質量分析がこう測定できたと、あるサンプルについて質量分析系で測定ができたとすると、ここにつながって構造を推定していろんな情報を全部得られるというふうになっております。それでナプサックの現状について、この生物種と代謝物というのは、これが一番初めに作ったデータベースで、これは質量分析装置とうまく連動させるっていうんで、このデータベースを構築いたしました。で、これは、なんでこういうものを作ったかっていうと、マススペクトロメトリーがですね、精密分子量で今現状で 226.0477 と、こういう非常に精度の高い分子量をこうピークとして、得ることができます。で、そうするとですね、この分子量から例えばマージンをプラスマイナス1までだとすると600個の分子式が出てきちゃって、これだとお手上げ状態なんだけど、現状では分子式にしてほぼ1個に絞れる状況になってきました。それで生物の情報があればですね、生物の情報とこの分子式の情報を合わせてうちのデータベースで検索をかけると、多分これがこれだろうというふうに、ある程度対処物の構造まで推定ができる状況になっております。で、これを使うと何がいいかというと、質量分析装置で測定するというのは非常に短い時間で測定が終わります。で、我々のデータベースがなかったときには、ここから代謝物の情報を得るまでにですね、2日
2人の研究者が大体1年ぐらいその質量分析のデータをですね、論文をいろいろ集めて整理して論文にすると、こういう過程だったんだけど、この過程がですね、ほんの数時間で終わることになります。それでそうすれば、あとは、研究者の知恵でどういうふうに代謝が生態の中を流れているかっていうのが非常に簡単に得られるっていうふうでいうことで、このデータベースを構築しました。でこれを作ろうとこう決心したのが2004年です。だから1個前のこのプロジェクトの前でこのデータベースを作ったんですが、2004年にこれをスタートしました。それでなかなか大変で、これ2010年に5万件集めよう、これただ文献、ひたすら文献を読んで、その生物種にはどういう代謝物が報告されているという文献を読んで作るという過程です。でずっとこう心地よく進んでたんですが、あるところから全然増えなくなりまして、これは何でかっていうと、もうすでに入っているデータが山とあるわけですね。でチョークチェックすると落ちていくっていう非常に難しい状況になりまして、一括入力システムっていうのを作って、さらにチョークチェックもできるようにして、プロジェクトのだいぶ前にこれを終わらして、あとキュレーションを し終わって、今、NCBI の方に全部データとしてお預けしてあるという状況です。それからうちのウェブサイトからも全部見ることができます。で5万件集めるっていうのはどういうことかっていうと、大体植物で構造が決まっている代謝物の数は5万件ぐらいだろうと、こういうことを言った研究者がおります。でこれを超えてるわけだから、現状で得られる代謝物の情報については大まかには大体うちのデータベースを検索かければ得ることができるということになります。でこれを発展させるとメタボロミクス研究っていうのが非常に進むだろうというのが一つと、遺伝子と代謝物の関係の解析、もしさらにはですね、これから長寿持続安全の社会というふうに言われておりますが、食品科学とか医薬学についてどういう機能性物質が、人に対して影響を及ぼしているかという研究にも役に立つだろうと、こういうふうに考えております。で、データベースを集めると非常にいろんなことが分かってきて面白いことがあります。でなぜかというと、この場合は一つの生物種で報告されている対象物が何件かというのをこうログログでプロットしてあげると、こう大体リニアの直線になります。で二次代謝物の新たなものを発見するというのは非常に難しい状況、このリニアになっていれば、まあ、自然に見つかるんだけど、見つけるのが難しい状況になっています。でここはきれいな直線になっているから、うちのデータベースで本来入るべきデータの数というのは9万8千件ぐらいだろうと。で植物、花の咲く植物ですね、喧嘩植物については22万件だから、うちのデータベースに2万件ぐらいしか入ってないんで、これで大体地球上全体で、二次代謝物の種類の総数は106万件とこういうふうについています。だからあとこの106万件を目指して、全ての代謝物を決めちゃえば地球上の、生物が作る代謝物っていうのは全てわかりますという推定があります。でこの推定値をもとにして生物活性のある代謝物っていうのを見ると、大体13から36万件は、人に対して活性があるだろうというふうに予測できます。それからこの図を見ていただくと面白いのは、日本という国はですね、自生種が非常に少ないんだけど、活性のあるものの報告数が非常に多いです。で一番こう効率よく活性物質を探すっていう能力があります。で東南アジアその他の国っていうのはですね、いろんな植物があるんだけど、その研究は非常に遅れています。で例えばうちの研究室はインドネシアでの共同研究をしてんだけど、植物の種類は非常にたくさんあるんだけど、まだこの差分ですね、ここに、宝物があるというんで、これはアジアの文化の拠点として日本がどんどん進めるべき研究であろうというふうに私は考えておりまして、特にアジアの地域とアクセスを取って共同研究を進めているというふうに進めております。で私のデータベースいろんなところで引用されまして、国立国会図書館のデータベースからも引用されているし、ウィキブックでも紹介されております。でそれから、Google でナップサックファミリーと入れるとうちのデータベースに直結しますので、皆さんいろいろ見てください。で現状で、これちょっと古いデータなんだけど、今200本ぐらいの論文で、まずはじめにナップサックに、検索をかけて交付構造を絞って、それから実際の構造を決めたという論文が、増えてきました。で世界でも使われるデータベースになって、TIA の、公式の、データベースにも、TIA で、データを補充するときの公式のデータベースともなっております。それでこれがうちのウェブサイトの画面で、ここがナップサックの生物種と代謝物の関係のデータベースで、こっち側がどういうふうに使われているかっていう情報を整理したデータベースです。でこっちの方が遺伝情報のデータベースなんですが、ここはまだ非常に、未熟な状況にあります。で初めにナップサックっていうところを選んでもらって、こうジベレリン A4 で代謝物を選んでリストボタンをクリックすると、例えばジベレリン A4 っていうのはバクテリアですね、バクテリアでも作られてるし、ファンジャイでも作られてるし、プランタイでも作られてる、こ
こういうのが全部一覧で見えます。それからリファレンス情報もありますんで、疑このデータベースが疑わしいなとか、もっと細かい情報が欲しいなというときはこうしてもらえればリファレンスの情報を得ることもできます。で、実際にうちの研究室でも、時系列のデータを測定して対象物を決めるという作業にナプサックデータベースを使って、あとその他のですね、解析ツールを開発しながら、大腸菌についてですが、体数増殖期と定常期についてどういうふうに構造変化が起こるかっていうのを推定することにも成功しました。だからマーカーを探すときにもうちのデータベースを使うとうまくいくことがあります。それで世界の薬用植物についてなんですが、これはこっち側の方に入ってまして、ワールドマップっていうところを押してもらうと、ここに世界の薬用植物のデータが全て入っております。で、これが入っている国の旗です。で、旗をクリックするとその国の植物も分かるし、日本は例えば現状で1000件ぐらいの薬用植物が入っております。それから次に漢方とかジャムーのデータベースについても、ここの場所ですね、ここをクリックしてもらうとデータを得ることができます。で、漢方については、カッコンと入れるとカッコンが入っている、処方ですね、配合の仕方が全部一覧で出るというふうになっております。で、インドネシアのジャムをなぜうちのデータベースで作ってるかっていうと、一人の留学生が来まして、それがきっかけで作ったんだけど、よくちょいちょいインドネシアに行くと、日本のですね、処方薬持っていくと、なかなかこうインドネシアの、食あたりには治りません。だけどインドネシアの処方薬を食べると、すぐですね、この腹痛が治ります。で、多分こう地域によって、お腹の壊し方も違うんだろうというのがこう分かるんだけど、そういう時にですね、こういう効き目があるとすると、ここになんかもっと面白い配合の方法があるんじゃないかっていうんで、この配合法をまず全部データベース化しました。で、現状で、約5000件データが入っております。5000フォーミュラが入っていて、生物種としては、5300種類ぐらい入っています。それで、これをもとにして漢方とですね、ジャムの比較をしてみると、漢方の場合には平均8種類の生物が含まれていて、ジャムが5種類であると。それから横軸にフォームやとって縦軸に生物種を取ると、こういうきれいなスケールフリーなんだけど、日本の場合は方々になります。これはなぜかっていうと、江戸時代に、日本は、鎖国をしました。そのためにデータが取れなくなって、日本の生薬学者が一生懸命ですね、最適化してこういう構造になって、だからインドネシアももしかするともっと最適化するとこういう構造になるんじゃないかというふうなことが考えられます。で、配合の仕方について、こういう発生ダイアグラムっていうのが情報であるんですが、こう方眼関係でこう線をつないでいくっていう、こういう、マップの仕方です。で、これでインドネシアの薬用植物と漢方生薬の比較をすると、漢方は非常にシンプルな構造にこう出来上がっています。ところがインドネシアの配合の植物の場合はまだまだこう非常に複雑で多様な植物層と大変な地域性っていうのが含まれてますので、これをいかに特筆するかっていうのがインドネシアの大事な、発展のキーになっております。で、実際にじゃあ活性との配合との関係というのをうまくモデル化できるかというと、うまくできまして、大体9つの効能について 95% については配合から正しく認識ができるというふうになってますので、この生薬配合再構築プロジェクトというのが今インドネシアで動いております。で、現状でマスバンクからデータを取って、こういろんな情報が取れていくというのをダイアグラムで書くと、こういうことになります。それで、最近生活習慣病ということがサイエンスで乗りまして、大体2050年には70億人のうち10億人は生活習慣病になるから野菜を食べましょうという論文が出ました。で、日本の場合はですね、いろんな野菜の食べ物の文化がありまして、一つは食べ合わせのデータっていうのがあります。で、どうやって配合すると生理活性にいいか、それから食材と病気予防について、それから成分と予防について、これ栄養学とか医学の方でいろいろ文献が集まってきてました。出ております。で、そういうのを全部集めてデータベース化しました。それから日本でもう一つは、レトルトカレーなどの加工食品の情報というのが非常にたくさんあります。で、いろんな加工食品が開発されていますので、まずレトルトカレーについて、例えばタコが入っているカレーをこう探してみると、この県で作っているレトルトカレーに入っていて、で、そのコンバインの証のタコカレーにはこういう成分のものが入っていて、ここから食べ合わせのデータとしていい組み合わせがどういうものがあるかとかですね、生物種対象物の関係から他の生物とでどういうものが同じ対象物であるかとかですね、生物種そこから食用植物のデータというものがのリンクが貼られております。で、一つ例として、例えば食べ合わせのデータベースで非常に単純なカレーの、レシピをこう入れます。そうすると、これをクリックしてあげると、現在食材414種について食べ合わせの効果というのが3000件ぐらい入ってますので、ここを見ていただくと、どれとどれが、食べ合わせるとどういう効果があるか、でこれが一覧が出るようになっております。で、さらに
生活習慣病に関して、我々人間はですね、運動しないで食欲が悪くて老化してストレスを受けるとでウイルスが感染するとどんどん体を壊してきます。で壊さないために例えば肝機能を予防するにはどうしたらいいかっていうのはここをクリックするとその情報が出る。例えば抗酸化作用についてはどういうものを食べればいいかっていう情報もここをクリックすれば出てきて、で例えばタッチの中に入っているタンニンですね、タンニンを選んであげるとタンニンに対しての効果っていうのもこういうふうに全部出てくると、で文献情報もここに入っている、こういうふうな状況になっております。それでそうすると病気の予防、病気の予防と食材の関係っていうのもこうデータベース化できておりまして、一つはニンニクを選んだりとダイエット DC で食べ合わせが分かるし、他の成分でニンニクの成分でどういうものがあるかっていうのも検索できると、こういうふうになっております。でこれがダイエット DC で食べ合わせでカツオとニンニクを食べると疲労回復するというのはこの本に書いてあったとかですね、こういう情報を得ることができます。で現状でこういったデータベース全部を列挙してみるとこういう関係にありまして、ここからその知識ですね、植物に対して、古典的な知識でどういうふうに配合したらいいかっていう情報から、こっち側の人が甲状腺に至るまでのそのオミックスプラットフォームですね、このプラットフォーム上でどういうデータベースが現状できているかっていうのが表すとこういうふうになります。で今一番欠けてるのは植物と人の遺伝子のところは、これは私はメタボロムデータベースを作っているところでまだ全然できてはいないんですが、他の方々がいろいろご尽力努力されておりますので、そこと連携させてこれからまたこのデータベースを発展させていきたいというふうに考えているところです。で現状ではマスバンクというもので質量分析を装置によって測ったスペクトルからですね、代謝物を得ていろんな情報、代謝物だけじゃなくてその活性としてどういうものがあるかっていうのも分かるし、これが含まれている植物はどういうものがあって配合植物としてはどういう使われ方がしているかっていうのも分かるし、さらには、加工品としてですね、どういうものに使われているかっていうのも分かる、こういう状況になっております。でこういうふうに食から、ゲノムデータまで食薬からですねゲノムデータまで全部つないでおくと、社会のニーズに対しても社会の人もこのゲノムの分野に非常に入りやすくなる。でそのゲノムの分野に入ったあこういったところでいいことがあったっていうふうになると、このゲノムのデータっていうのも非常に生きてくるんじゃないかということもありまして、特に社会の人のニーズっていうところで一生懸命作っているという状況であります。でこのプロジェクトでは私がこういう活性のところのデータベースを作って、西岡先生と桜井先生と有田先生、DNA 研究室の桜井先生、それから理研の有田先生が、スペクトルの解析のところを一生懸命担当して研究を進めていて、統合データベースのプロジェクトとしてあと1年、進めるという状況になっております。以上です。どうもありがとうございました。